カンタベリー物語、カンタベリー物語、ザ・カンタベリーテールズは、十四世紀にイングランドの詩人ジェフリー・チョーサーによって書かれた物語集である。生徒トマス・ベケット病がある、カンタベリー大聖堂への巡礼の途中、たまたま宿で同宿した様々な身分、職業の人間が、旅の退屈しのぎに、自分の知っている物語を順に語っていく、枠物語の形式とっている。 これは、ボッカッチョのデカメロンと同じ構造で、チョーサーは以前イタリアを訪問した時にデカメロンを読んだと言われている。各人が語る物語は、オリジナルもあれば、そうでないものもあり、ジャンルは、騎士道物語、ロマンス、ブルターニュの霊、説教、グ話、ファブリオと様々である。中英語で書かれている。4月、チョーサーは、カンタベリー大聖堂への巡礼を思い立ち、 ロンドンのサザークにあるジンバウリという宿屋、実在の宿屋で1307年海洋に泊まっている。そこに聖職者、貴族、平民と雑多な構成の巡礼団がやってくる。調査と宿屋の主人も仲間に加わり一緒に旅することになる。この時、宿屋の主人ハリーベリー、ハリーベリーがある提案をする。旅の途中、全員が二つずつ面白い話をし、 誰の話が最高の出来か、競い合おうというのである。全員がそれに賛成し、宿を出発する。最初の語り手は、くじで騎士に決まる。八百五十八行。調査はこれから語る話は下品な話だが、あくまで粉屋が語ったことで、読む読まないは、読者の自由だと断ってから、話を始める。大工の家に下宿していた書生ニコラスは、 大工の若妻アリスーンと恋仲になる。聖書のノアの箱舟規模の大洪水が来ると大工を騙して屋根の下に吊り下げた桶の中に避難させた隙に二人は大工のベッドでイチャつく。そこにアリスーンに横連帽する教会役員のアブサロンがやってきて窓越しにキスさせろと頼むのでニコラスが尻を突き出し、ヘをかませるが。騎士の話で描かれた宮廷の愛とは 対照的な下凡、歪説、風刺的なネトラレがテーマのファブリオである。全員が粉屋の話に大笑いしたが、荘園の親分オズワルドは面白くない。昔、大工をしていたからだった。そこで逆襲とばかり、粉屋を馬鹿にした話を始める。粉屋のシムキンは大悪党で見学に来たカンテブリッジ大学。 それる春の学生ジョンとアレンから汚い手で粉を騙し取る。しかし、学生たちに一世の宿を貸したところ。デカメロン第9日、第6話にも使われた、当時人気のファブリオに基づいている。料理人のロジェルが話を始める。道楽者のデッチ小僧の話。しかし58行で中途半端に終わっていて、未完と言われるが、調査はわざとそうしたのだと主張する研究者もいる。 この中で、法律家が、調査ーーの作品、公爵夫人の書と、善女伝説について研究している。数奇な運命をたどるローマ皇帝の王女クスタンス、ビメの話。クスタンスビメに恋をした、シリアのサルタンは、キリスト教に改宗し、クスタンスを王妃に迎える。しかし、サルタンの母親の陰謀でサルタンは虐殺され、クスタンスは海に流される。長い漂流の末、 クスタンスは、奇跡的に、グレートブリテン島のノーサンバーランドに漂着する。その地のオアラ、モデルとなったのは実在のノーサンバーランド王は、クスタンスを機に、イり、キリスト教に改修し、結婚。マウリシュースという子が生まれるが、王の母親の陰謀で子供と共に海に流されるが、1387年頃に書かれた、ジョンガワーが、 恋人の告白で取り上げたニコラス・トリベットの年代記の中の総話に基づく。5度の結婚歴のあるバースの女房、アリスンが自分の人生について長々と語る。その中でバースの女房はイエス・キリストは決して複数の結婚を否定しなかったし、アブラハムやヤコブやソロモン王も二人以上の妻を持ったと霊笑することで自分の生き方を正当化し、 さらに定説や処女性を重視する価値観を次々と論破していく。アーサー・王は死刑の決まった家来の若い騎士に対して命を助ける条件として女は何が一番好きかの答えの探索を命じ一年と一日の猶予を与える。騎士は旅の途中に出会った醜い老婆からその答えを教えてもらい、王宮でそれを言うと女性全員の同意を得られ、 無事死刑を免れた。しかし、老婆は、その御霊に騎士に、結婚を求め、無理やり結婚させられる。そして、新婚の床に入ることになったが、中世文学の、嫌で、たまらない女モチーフを利用している。その古い例では、アイルランド神話の、ガール、アーサー・王の甥ガウェインを、主人公にした、ガウェイン教とラグネル夫人の結婚、やばらっと、 ガウェイン教の結婚もバースの女房の話と同じ話である。宅発像が巡礼団の中の刑事を挑発する話を始める。無実の人を偽りの罪で教会裁判所に召喚すると脅して金を巻き上げる悪徳刑事は偶然であったゴーシと兄弟の契約を交わすが実はゴーシは悪魔だった。刑事は相手が悪魔と知りながら さらなる悪事を働こうとするが、宅発像の話に対する刑事の逆襲、物乞いして暮らしている宅発像の話、宅発像からしつこく寄進を迫られた病人が、宅発像の仲間たちに当分することを条件に、とんでもないものを寄進する。オックスフォルド大学の学僧が話を始める。サルッツをこうるてるは、 家臣から結婚を迫られ、貧しい田舎娘、グリセルダを妻にめとる。グリセルダは、良妻の間のような女性だったが、ワルテルは、グリセルダの自分への愛を試そうと、とんでもないことを考える。デカメロンに出てくる話で、おそらく交渉文学から取られたものだろうと、指摘されている。1374年に、ペトラルカが、皇徳、定説を表す、教訓的逸話として、 ラテン語に翻訳し、学僧は、そのペトラルカから聞いた話と、序で前置きしている。ペトラルカの死は1382年から1389年頃、によってフランス語にも翻訳されている。バースの女房の物語の、アンチテーゼとも言える話だが、結句がついていて、その中で調査は、自分の妻を試す夫は愚か者だと注釈している。 人生経験豊かな貿易商人が話を始める。ロムバルジアの独身騎士ジャニュアリは60歳にして、結婚を思い立ち、メイという若妻をめとる。しかし、ジャニュアリは失明し、妻の浮気を警戒して、片時とも自分のそばから離さない。メイには、ダミアンという恋人がいて、庭の木の上、夫の頭上で密会しようと計画するが。デカメロン大なのか、第9話。 ユスタシュデシャンのレミロワデ・マリアージュ、ギオーム・ドロリスのバラ物語、伝えられるところでは調査が英訳したアンドレアス・カペラヌス、スタティウス、カートーの二行連句の影響が見られる。神々、プルートーとプロセルピナが事件を見守っていたり、話の途中途中に作者の注釈が挿入されている。テオフラストス作品のような反フェミニズム文学をからかっている。 この従者は、騎士の息子にあたる。第一部は、ダッタンのオーカムビンスカンの在位20年を祝う話。瞬間移動能力を持つ馬。誰が敵で、誰が味方かわかる鏡、鳥と会話ができる指輪が、お祝いの品として献上される。第二部は、指輪でハヤブサと会話をするかなセビメの話。第三部は未完。ブルターニュの例を紹介すると前置きして、話を始める。 ブルターニュの騎士、アルベラグスがグレートブリテン島で武者修行をしている間、フランスに残された妻、ドリゲンにアウレリウスという若者が恋をする。ドリゲンは、アウレリウスの求愛を断るため、ブルターニュに、現実では、絶対起こり得ない満場を起こすことができたら応じてもいいという条件を出す。しかし、アウレリウスは、記述家に頼み、それが起きたように見せる。ドリゲンは絶望して、 自殺を覚悟する。そこに、夫のアルベラグスが帰還して、ジョでは、ブルターニュの例に由来すると言っているが、実際には、ボッカッチョの作品から取られたものである。ローマの貴族ビルジニウスの美しい娘、ビルジニアを手に入れたい。裁判官アビウスは、で下に、その娘は、自分の娘で、子供の時誘拐されたと偽証させ、引き渡しを求める。しかしビルジニアは、 地獄よりもいっそ殺してほしいと父親に懇願する。ティトゥスリウイウスのローマ建国史の話でバラ物語、ジョン・ガワー、恋人の告白にも取り上げられている。調査は聖書のエフタの話からも着想を得ている。金儲けの説教で鍛えたことを前置きして、謝罪状売りが話を始める。フランドルに住む大酒飲みの悪感三人が死。 俗に言う死神を胎児に出かけ、大金を見つける。一人に酒を買いに行かせ、その間、残りの二人はその男の殺害を企むが、教訓的逸話の形式。オリエント起源の民話に基づいている。成金でケチな商人と贅沢好きの妻の話。家に出入りする層は、妻から100フランの借金を申し込まれる。お金を貸してくれればどんなサービスをしてもいいという。 そうは、夫から別の理由で百フラン借りて、その金で妻と寝るが。ファブリオの形式。似た話がデカメロンの中にある。聖母マリアへの祈りを捧げてから、アマデラの長は話を始める。ユダ人に殺されて殉教した子供の話。子供は、信仰厚く、死んでも賛美歌を歌い続けた。中世キリスト教では、 ありふれた話だったが、後には反ユダヤ主義的な話として批判されている。長さーが宿屋の主人に壊れて、陰文で話を始める。妖精の女王との結婚を望むサー・トーバスは、妖精の国を見つけるが、女王を守る巨人、サー・オリファウンと、像から血統を挑まれるが、まで話したところで、宿屋の主人から、つまらないから話をやめてくれと言われ、打ち切られる。 調査は仕方なく、代わりに、三文で、メリベ物語を話し始める。騎士道物語のパロディ。疑似英雄史の趣もある。サートーパスの名前はトパーズに由来する。メリベウスとその妻、プルデンスの物語。留守中、妻と娘を襲って、怪我を恐れた連中に対し、メリベウスは、相談役の人々を召集し、復讐することを決める。しかしプルデンスは、 おびただしい個人の格言やことわざを引用して、夫に復讐を思いとどまらせる。アルベルターノの、ヤンと忠告、レバーコンスレシャナイズイカンジリーをフランス語に翻訳した、リノーデルンズの、メリベト、プリデンス、ブリブレデマリビーデデンプルーデンスの翻訳。当時人気のあった話と思われる。冗談にしては1000行以上と長いため、現代英語版では省略され、あらすじや、 宗教的、哲学的意図を簡単に紹介するにとどめることが多い。例えば、ネビル・カケヒル役のペンギンクラシック版。修道像は100以上の悲劇を知っていると前置きして話を始める。修道像の言う悲劇とはアリストテレスの定義する悲劇、つまり王公、貴族など高貴な人が転落していく話を指す。悲劇を短く次々に紹介していく。 順に、ルシファー、アダム、サムソン、ヘラクレス、ネブカドネザル、ベルシャザル、ゼノビア、ペドロ一世、キプロスのペトロ王、ベルナボ、ビスコンティ、ウゴリーノデッラゲラルデスカ、ネロ、ホロフェルネス、アンティオコス四世、エピファネス、アレクサンドロス大王、ガイウスユリウスカイサル、ジュリアスシーザー、クロイソス。しかし、騎士から、もうたくさんだと言われ、話は打ち切られる。 基本構造は、ボッカッチョの王公の没落から、また、ウゴリーノデッラ・ゲラールデスカの話は、ダンテ、新曲から取られている。修道院像の話が打ち切られ、面白い話を求められ、話が始まる。オンドリのチャンティクリアはズル賢いキツネにさらわれるが、キツネ物語と呼ばれるもので、チャンティクリアと、キツネ、シャンティクリアザ・フォックスという名前でも知られる。 動物グ話であり、疑似英雄誌でもある。調査は、マリード・フランスの、デル・コック、イー・デル・クプル、12世紀と、ロマンド・ルナールを本案した。アイソー・ポス、イソップの影響もある。1480年代頃、ロバート・ヘンリスンは、ニーン・ジソーの話を、次女、イソップ・グ話集、の中の、デイルル・オブ・シュシャンティー・クレア・アンド・ザ・フォックスの素材とした。 1951年にゴードン・ジェイコブが1976年にマイケル・ジョン・ハードがそれぞれこの詩に作曲したハード版の題名はロストル・ラグ。ウォルト・ディズニー・カンパニーは映画原作としてシャンティ・クレア・ザ・フォックス A ・チャウシリアン・テールを出版したが映画は完成しなかった。1991年のドン・ブルースの映画の主人公のンのりの名前は チャンティクリアだった。聖母マリアへの祈りを捧げてから、話を始める。聖セ,セシリアの話。敬虔なキリスト教とセシリアはバレリアン、ベレリアヌスという男のもとに嫁ぐ。その初夜、セシリアはバレリアンを説得し、ウルバンのところに向かわせ、バレリアンはキリスト教に回収する。その後、弟のテブルスも回収するが、ことごとく殉教をする。 中世に人気のあった聖人伝の形式。巡礼団が旅を続けていると、カノン、そうとその従者が追いつく。従者が何か喋ろうとするとそうは逃げてゆく。残った従者が、主人は錬金術師であることを告げ、別の錬金術師の話を始める。錬金術師のイカ様の手口が詳細に語られる。ベン・ジョンソンの儀曲、錬金術師。 多くの類似点がある。酔っ払いのまかない人が話を始める。まだ白く、声も美しかったカラスはポロが黒く、汚い声に変えた話。オイディウスの変身物語にある話で、ジョンガワーの恋人の告白にも含まれ、当時人気があった。カンタベリー物語中、最も長い話で、高得な生き方についての説教で、七つの滞在について語られる。 三文で書かれている。最後に、調査は、これまで書いてきた世俗的作品を撤回するという。その作品とは、トロイラストクレセイで、誉れの館、善女伝説、公爵夫人の書、百長の集い、そして、カンタベリー物語の一部の話である。牧師の話を受けての調査の残悔の表明か、作品の宣伝かは不明である。こうした詩は、 パリノードと呼ばれる。なお、僧侶で約束した、全員が二つずつ語らず、勝者も決まらずに話は終わる。調査は、もともとは百二十の話、三十人 x オ r o に袋二を語るつもりだったが、二十四を語り終えただけで、なくなってしまった。カンタベリー物語の中世の写本は全部で八十三あることが分かっていて、その数は中英語で書かれた本では、 イオンビットオブインは、と、ケント方言を除いて、他に並ぶものはない。これは、カンタベリー物語の人気の高さを表している。83の写本のうち55は完全版だったと、見られ、残り28、もしくはそれ以上は断片だが、それが個別の話の写しなのか、あるいは一部なのかを特定することは難しい。話の細かな際は明らかに筆行のミスである。しかし、 それ以外は、調査本人は絶えず過失、修正をしていたことを暗示している。これこそ、カンタベリー物語の決定版だというものは、存在しない。話の順番についても同様である。話のつながりから、カンタベリー物語の各話を、以下の断片に分けることができる。この順番は、写本のうち最も微礼なエルズミア写本、略称、L の順番で、数世紀にわたって、 そして現在でもなお、多くの変者がこの順番に従っている。現在、エルズミア写本の筆行は、調査の下で働いていた、アダム・ピンクハースト、だということがわかっている。しかし、現存する中で最古の写本と見られている変と写本、略称、HG は、順番が異なっていて、抜けている話もある。変と写本にしても調査の死後編算されたもので。 調査のオリジナルのものはない。また、ビクトリア朝には断片2の後に断片7を置くことが多かったり、他にもいろいろな順番がある。印刷されたもので最古のものは、ウィリアム・キャクストンによる1478年の番だが、その元となった写本は現在では失われている。しかし83の写本の中には数えられている。カンタベリー物語の構造は、 枠物語と呼ばれるものである。しかし、調査は他の枠物語には見られない工夫を凝らしている。多くの枠物語は一つの、大抵は宗教的なテーマに絞っている。デカメロンですら日ごとのテーマが決められていた。しかし、カンタベリー物語では、テーマのみならず、語り手の階級、各話の因律、スタイルにも多様化が図られている。 巡礼団という設定がそれを可能にし、さらに話を競い合うという設定は、話をバラエティ豊かにし、様々なジャンル、スタイルに精通した調査の腕の見せ所となった。物語の構造が線形であるが、ただ話が順番に語られるだけではない。僧女において調査は物語を語らず、語り手となる登場人物たちを紹介する。これは、カンタベリー物語が、 全体的なテーマより、登場人物のキャラクターに重きを置いていることを、はっきりと示している。話が済んだ後で、登場人物たちが感想を述べ合ったり、他人の話を遮ったり、話の途中で口を挟んだりする。巡礼団がいつ、どこにいるのかに関して、調査はあまり気を使っていない。巡礼そのものではなく、語られる話に専念しているように見える。 話のバラエティさは、調査の様々な習字形式、文学様式への熟知を示している。当時の習字学は、こうした多様性を奨励し、ベルギリウスが提起したように、習字形式と語彙の濃さによ、文学が格付けされた。一方、アウグスティノスは、話の内容よりも聞き手の反応に重きを置き、文学を説得力などから三段階に分類した。つまり、 作家は語り手テーマ聞き手、目的、流儀、機会を心に留めて書くことを求められた。調査は自由にスタイルを変え、そのどれにも偏愛を示していない。聞き手は読者だけでなく、本の中の語り手もそうだと考え、多層的、多義的な習字的パズルを作り上げた。しかし、階級が低いからといって、知識も低いようにはしなかった。 例えば仮想階級の粉屋の話は確かに下品だが、その語り口には驚くべき、修辞技法を駆使している。しかし、語彙に関しては、女性のことを上流階級には、レティと言わせているのに対して、仮想階級には、弁可と例外なく言わせている。字には、同じ語が階級によって違うものを意味することもある。例えば、ピテイという語は、上流階級にとっては、 高貴さの概念だが、貿易商人には、成功の意味である。騎士の話が当時としては、極端なくらい単純な語り口なのに対して、二人自層の話などは、仮想階級で使われていた語を用いて、驚くべき技巧を見せている。メリベ物語と牧師の話が、三文で、残りはすべて陰文で書かれている。陰文はほぼ全部が十音節資料、である。おそらく、 フランスとイタリアの死刑から借りてきたものと思われる。他に、ライディングライム、カンタベリー物語で馬に乗りながら話すことからも、使われ、時々、行の中央に、カエズーラ、中間球種が入る。ライディングライムは15世紀16世紀にヒロイック、カップレットに発展し、弱強後捕獲の原型でもあった。しかし、調査は、カップレットだけになることを避け、4つの話、法律家、 学僧、アマデラの長第二の二では、帝王陰律、ライムロイヤルを使っている。カンタベリー物語が書かれた時期は、イングランド史の中でも壮然とした時代だった。カトリック教会は、教会大分裂の真っ只中にあった。ヨーロッパではまだ唯一のキリスト教権威だったが、激しい議論が交わされていた。カンタベリー物語の中では、 ジョン・ウィクリフから始まったイングランド初期の宗教運動ロラード派にいての言及がある法律家の話決後、謝罪状売りがそこから来たとあるルースイバルの総員ストリートメアリー・ラウンスツバルホスピタルもある事件を指している。ワット・タイラーの乱、1381年やリチャード2世の敗位、1399年といった事件も、この当時起こり、 調査の親友の多くが処刑され、調査自身もロンドンからケントに疎開すること余儀なくされた。カンタベリー物語以降、イングランドの作家たちはフランス語やラテン語より自国語である英語を使うようになり、その点でカンタベリー物語は英文学に大きな貢献をしたとよく言われ、しかし調査以前から文学に英語は使われていたし、 調査の同時大臣でも、ジョン・ガワン、ウィリアム・ラングランド、パール詩人、という詩の作者らが英語で書いていた。しかし、調査が大きな影響力を持っていたのは確かである。カンタベリー物語が、どのような人々を想定して書かれたかはわからない。調査は停心だったが、宮廷詩人で貴族のために、カンタベリー物語を書いたことを記す、歴史的文献。 知人たちの言及は存在しない。声に出して読んで聞かせるために作ったのではないかと示唆する意見もあり、それは当時としては一般的なことだったのであり得ることではある。しかし、カンタベリー物語の中で、長さんが語り手、登場人物としてではなく、作者として自己言及している部分もあり、例えば、貿易商人の話、読者も想定していたように見える。 調査が存命中に作品が断片として、あるいは個別作品として出回っていたことは明らかである。友人たちの間で回覧されていたが、大部分の人は、調査の死後まで、その存在を知らなかったという説がある。しかし、それ以降は、写本の数からもその人気の高かったことは言うまでもない。カンタベリー物語を最初に評価したのは、ジョン・リド・ゲートとトマス・オクリーブで、 15世紀中頃になると多くの評論家がそれに同意した。当時の写本の仲介では中世の評論家が詩を評価する二つの柱、文と修辞技術の両方を称賛している。特に騎士の話がその両方が充実していると高い評価を受けていた。カンタベリー氏にはカンタベリー物語博物館がある。巡礼のルートがどうなっていたのかの興味の対象で、 それに関する続編も書かれている。作者不詳の15世紀の写本、テール・オブ・ベレンは、貿易商人が袋で最初に語る話である。ジョン・リド・ゲートのシエゲ・オブ・テイベも袋に語られる話だが、内容は、騎士の話のオリジナルの前編部分である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。